今日はですね、鏡をちょっと見てるんですよ。髪を切りに行きたいと思いますよ。はい、8時、50分くらい、違う、30分くらいかな。見てください、霧に包まれてます。向こうの建物も見えないくらい濃い霧に包まれています。すごいですね、今日見てください、こんなに霧に包まれてる。これからちょっと美容院行ってきて髪切りに行ってくるんですけど、めっちゃ視界悪いね。ほら、海なんて全然見えないよ。うん、うわー、すごい久しぶりに濃い霧ですね。うん、今日髪切りに行くために早起きして、カブくんテレビのコメントも早く読んだんですけども、ね、真っ白ですね。はい、髪の長さ半端ないね。これはもう全部今日で切ったね。雨が降ってきましたね。ポツポツ降ってきます。地面が濡れてってますね。さあ、うん、雨がポツポツ、太い雨ですね、降ってきました。見えますかね、雨粒。あ、見えるか、ちょっと待ってね。太い雨ですね。早雨っぽい雨なんではないかな。ポツポツしてます、はい、カビキリンキャス、これですね。まだ会えてません。はい、すごく雨降ってきました。案の定時間になっても美容室オープンしませんね。雷が鳴ってきましたね。10分経過しても歩く、あら、開く気配ないですね。20分ぐらい経過したけどね、歩きま、開けません、うん、会見から30分経ってますからね。はい、
はい、どうもです。完璧ってしましたね。ちょっと長いかな。そんなことないか。はい、これで初夏というか夏やっていきたいと、多分また夏にね切るかもしれません。はい、さあ今雨降ってます。さっきは雷も鳴ってましたけど、今は雷は鳴ってませんね。今日は朝から雷ということで、結構ね不安定なスタートかもしれませんね。うん、なんだっけな、そう、さっきの美容室の時も結構待たされてましたけどね。まあ営業時間は9時半かだったんですけど、10時になってやっと開いて、謝りもせずに始まるっていうのが、まあ、普通ですね、ベルギーではね。うん、でその後開いた後も結局髪を切るお兄さんは、なんて言うんだ、髪切るお兄さんなんて言うんだろう、美容師か、は、タバコとかね、コーヒーとか飲んでましたからね。だそれが普通ですよ。もうそういったものに慣れてから、日本だったらちょっとありえないですね。日本だったらありませんけど、そういったことがある。はい、ただカットはすごくいいなって思いますね。まあ、トルコ人が経営しているとこなんで、まあそれもあるかもしれませんけどね。まあ、そんな感じですよ、結構。はい、あと待合室なんか結構こう、誰が順番にっていうのがちょっとよくわかんない。みんなお客さんも乱雑に座ってるんで、結構お客さんが他のお客さんを見て、私が釣りとかね、いう風にやっていくところも、まあこっちらしい、ベルギーらしいかなと思いますね。はい、まあ日本だったら整列順にこう座って順番待ちすると思うんですが、こっちはそういうのしないですかね。本当にわーって座って、周り見渡して、あ、次私かな、僕かなっていう感じですので、まあ、結構まあトラブルが日本だったら起きやすいかもしれませんね。まあとりあえず髪切ってきたんで、こんな感じで初夏やってきちゃったら、今また雨降ってますね。風が強まってきました、ね。はい、そして寒いです。1時15分となりました。風が強いです。雨がちょっと降ってます。カモメがなんか不吉にもたくさん飛んでいますね。今日は対流と層雲の雲が交互にこう飛び、あ、カモメがやっぱりなんだろう。なんか不吉にいますね。はい、不吉にいっぱいいる。なんでだろう。はい。寒い。はい、16時7分ですね。雨は止んだんですけど、低い雲が海側から陸側にと早く流れてきています。風も強く、すごく寒い。少し回復に向かっているかもしれませんね。ただまだまだ雲が多いですよ。はい、18時15分となりました。引き続き先ほど同じく積雲系、総積雲などの、雲が低く垂れ込めていて、雲の流れも、東南東か、西東かな進んでる感じですかね。
空が暗くカオスな暗い感じの積雲系が、薄まいていて、だんだんと海側に行くと少しここからもう明るくなってきていますが、風が強くなっているんですが、海上が少し明るくなっています。向こうの方に島のような船がありますね。あれは何でしょうか。島みたいですね。なんだあれは。蜃気楼かな。蜃気楼あれ、なんだあれ。怖いんだけど、何あれ、船あれ、蜃気楼、なんだろうあれね。ああ寒い。22時になりました。引き続き陸側は、はい、面白いですね。総積雲です。まあ積雲と雄大積雲の真ん中あたりですけどね、ロールになってますね。ああいうの僕好きです。もう日はね、暮れていて暗いです。暗いですよ。海もこんな感じです。